番組実践ルールは制限時間は無制限、軍資金は5万円。基本的にホールのルールに従い実践を行う。あ、じゃあまあ、ます。赤ドンについている朝一のナビ札は2枚、チャンス札はすでに取られており、もう1枚の据え置き札は空いていますが、お、これはひどいな。あ、じゃあ上げ狙いで。生駒は据え置き札には触れず、ボーナス回数のついていない台に目をつけた。変速防止中断、弾テンパの時にチェリオは弾なんですけど、で内部チャンスゾーン中って演出が発生しないんで、それを 4,5 回でいいのかなぐらいやって、で変更を見抜くというのがあるんです。ちょっとやってみたいと思います。結構ね、対策されてるところもあるんですよね。じゃあ、行きます。いきなりチャレンジゾーンですけどコイン投入でチャレンジゾーンに突入。これは据え置き濃厚か。あら、ドンちゃん入った。ドンちゃんゲーム6発目。これ据え置きだって外部でチャンスゾーンになるってことは、誰かが朝打ってたのか据え置きかしかないですからね。はい、行きましょうか。どういうことなんやろ。何これ変更判別しますとかじゃないやん。まあ通常時3連ドンの下のこのドンを上段か枠上に、まあ、狙って、朝一チャレンジゾーンスタートと困惑してしまう状況から始まった今回の実戦。まあとりあえずはドンゲーにも突入しラッキー。ドンゲーループできるのか。この時軽トラやったらナビ1個あるとかなんですよね、確かね。お、チャンスね。これチャンスゾーン中に、チャンスゾーン中かドンゲー中に ボーナスいけばポイント1ポイントとかですよね。あ、出した。まあこんなもんですね。これどうしよう。これどういうことなんやろな。遊んでたのかな。涼しくなった。大道手かな。はい。そう、これ移動しよう。それか変更して打っててとかなんかな、よ分からへんわ。まあとりあえず動くわ。どういうことなんやろな。
チャンスの札台は朝一にドンゲーに突入していました。これで球はチェリーなんで、これを何回か、今エースもなかったんで、これを何回かやって、で5号機の空回しは払い出しを得れないんで、ボーナス、中で役が成立してでも。ちょっと40秒待つと面倒くさいんですけどね、まあ、一応、ものは試しですからね。はい、やっぱりメールあったからみんな稼働来ますね。無理しないでね。チェリーナビが出たってことは据え置きです。内部チャンスゾーン中だとナビ出ないじゃないですか。というわけで速攻でまだ回っていない台に移動。ゼロの台これだけか。けどこれ23回ついてて、この確率中途半端やねんな。上げか下げかが分からへんくなってまうしな。予想言っていいですか。多分変更して対策で 回しててそれで多分玉引いてドンゲ行って、多分それで置いてそのまま置いてたっていう読みで、あと他にもうチェリー出てるんですよ、秋田後ろが。というわけで朝一チャレンジゾーンスタートした台を変更した後回された状態と判断し打ち込むことを決意。まあおどん同様設定差があるのはその単独ボーナスなんで、けどまあ青道と違ってドンゲっていうRT 機能ついてるんで若干ブンバーでかいんですよね。
青ゾーンやったらね、この時に斜めコールとかそうだったらスーパー熱いんですけど、基本エースは同じですからね。まあ暑さは全然ね、やっぱり変わってきてるんですけど、あー10パー熱っ。八幡家熱いんですけどね、まあ、今中押しして、まあ、7枠上狙ってこの形をしたんですけど、中段頭止まった時点でアウトやなって思いました。札台が好調にボーナスを引いている。この台も熱いのか。朝まあ2台ぐらい、まあ、自分のはあれですけど同系入ってんのあったんで、まあいじってるのはいじってるんでしょうね、赤丼の島はね。おお、これ中段やったら近くなんですよね。そうチェリーチェリー、おいらの出番だぜ。青7を中段ビターで、まあ、下段止まれば2角なんですけど、で、まあ、山転廃したさっきみたいに山狙って、で、まあ、上段チェリー転廃したら7になって1枚っていうところ、まあ、別に1枚なんで頼むぞ。まあ音もそうなんですけど、まあ、めったに入らない演出で、まあ、1リールで子役オアボーナスとか出るともう1画目になったりとか、結構あれ入らないんですよね。ホップルなかなか初当たりが引けず四苦八苦する生駒、増えるのは投資とゲーム数ばかり。気がつけば500ハマり。これ00の500やったらどっちにしてもやめられへんもんな。丁寧に三尺確率を数えているが、肝心のボーナスが引けないと何も始まらない。みんな1回ずつぐらい当たってる感じですね。赤丼はほんま勝つ
当たりがね、あんまり軽くないんで、恐れていたことが、あかん、これはあかん、当たらへん、ほんまに当たらへん。はたからこういう光景何回も見てて、赤丼の島怖いなと思ってたんやけど、まさに あかんわ、当たる気がしやへん、ほんま。多くかかってるところで3回、4回、あと1回、2回、0回、0回、0回、今俺のも0回、怖い台やな。周りの台はボーナスを引いている中、生駒一人ノーボーナスで4桁突入。朝一のチャレンジゾーンスタートを裏の裏と読んでの変更上げ予想台が、このまさかのこのハマりは天井到達か。チャレンジゾーン間1200ゲームで天井到達。現在までの総投資は3万9000円。取り戻せるか。赤丼やったら青狙えばいいですね。この辺狙えばいいでしょ、青チェリーで玉待ち、これの繰り返し、こうずっと緑やったら三連を狙えばいいか。ここからはドンゲートチャレンジゾーンがビッグを引くまで続きます。サンダーで1600近くまでハマったことありますからね。青丼はそんなに深くハマったことはないんですけどね。どんで思ったよりなんかあんま増えないんですよね。まあこんなもんかな、5号機は。チャレンジゾーン突入のここ8分の1で確か黄色のマークになるんですけど、その時にボーナスいけばナビ大量獲得みたいな。さあ何ゲームでボーナスいくか。初打ちでこれ、えらい
えらいことですね。通りは3で打ち込んでないから間違えそうやわ。ぼちぼちあんまりこうがっつり増えていかへんから、まあもうボーナス引きたいですね。まあけどせっかく定常まで行ったからね、増えるだけ増えて、増えた方が。当たる気はしない。まだまだ頑張るぜ。やっぱ増えへんな、あんまりね。チェリー外れると思ったら払い出しされた。おー超長い、マジで。山から入ってるから、ビッグチャンス。親方、ここビッタ押しで1回だけ、ナビ抽選行われるんですけど、親方ビッグの時基本的にカットインがこう入って、強カットインとジャックカットやるんですけど、でそれで、基本的に大量獲得タイプ、いや一発逆転タイプですよね。で基本的にナビされた子役は取るっていう。でこれ何回やっても
まあ一応効果音は鳴るんですけど抽選はされないんで、でまああの3種類ボーナスあるんですけど、葉月ちゃんとドンちゃんで、ドンちゃんの場合は、まあ、こっちでコツ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 ポイント貯めていくポイント制の、ナビ獲得システムなんですけど、でまあ葉月ちゃんの場合は全500で抽選やるんですけど全体的に薄いんで、まあ一番バランスがいい形にはなってるんですけど、でまあ親方は本当にレア役を引けば大量ナビ多分高設定になればなるほど獲得できるんで、ナビ一発出ましたね。ナビ一発出たから、あと何個、あと入りましたよ多分。1名ドンゲー突入するかと思っていた矢先にまさかの一桁連チャン、これは嬉しい。お、ドンちゃんか、こっちですか。おっしゃー、ビッグチャンス。これ最後にあのルーレットで何ポイント獲得したかっていう、ほんで葉月ちゃんの場合は全500なんで一気に大量獲得っていうのはほとんどないけど、まあそこ多分設定差あると思うんですけど、通常時の 弾の確率があんま良くないんでね、まあ、あんだけハマってりゃね、けど赤道の場合はほんまに高設定でも結構ハマることが正直まれにあるんでね、葉月ビッグ中にレア役は引けず、しかし全役でナビポイントの抽選を行っている葉月ビッグ、終了後のルーレットに期待。お、プラス1、お、リアカーや。あれ、横号になった。リアカーはナビは1個、最低1個あるっていう。いや、ごめんなさい、テートラ。テートラは最低1個あるっていう。赤は、青7。長いなー。おー。
77。ドンゲーのループがこの赤ドンの出玉の鍵。まだまだここで終わるわけにはいかない。よっしゃ、もうちょっと増えてくれたらな。順調にドンゲーをループさせるイコマ。この状態でビッグが引けると熱い。準備はいい？なんや、仕掛け花火か。ナビが ロケットなんで。嬉しいチャレンジゾーン中にビッグをゲット。ビッグチャンス。これしてないんでしたっけ。こっちは大量にはないんですけどね。この振り分け多分知るともっと面白くなると思うんですよね。ナビのあ、これ確か狙わないと揃わないですよね。確かそんな記憶がお、出た。赤、あれ赤何やったっけ。青か。ナビ値結構ナビこれあるんじゃないですかね。その前のドンゲーで連チャンしてるから赤青。まあ当たり前けど V 字花火すら出てないですよね。あのボーナス終了後の。
なりいい感じでドンゲーがループ。これでまたビッグが引けると逆転への希望が見えてくるが、あ、そうか、UFO 外れか。あ、百景と一緒なんやな、それ。ナビポイントはすでになくなったが、なんとかドンゲーにつなぐ。ギリギリの綱渡り状態の今、早くビッグが欲しい。チャンス目が弱すぎるよな。やっぱり山の 10% だけやもんね。うわ、終わった。どんちゃん、ちょっと他の台見ていいですか。ドンゲーループが終了し、一段落したところで店内の様子を伺う。いい空き台はあるのか。このチャンス札がどこまでの信頼度なのかが、上はバラエティになってるのかな。あ、もうバラエティですね。一応普段いろいろあるんですね。台数多いところにはチャンスとかセーブとか。杖を切って刺さってでも稼働し、ね、前日してなかったら分からへんしね。メインはやっぱり下のフロアになるのかな、分からへんな。まあ6回、6回でここが回数続いてるのか。あそこもけど相当ハマってたもんな。とりあえず休憩取っていいですか。あ、これあんまり打ちたくないんで、はい。